阪神甲子園球場です。はい、皆さんどうもでございます。今回は3年目のね前半戦シーズン残る5試合残ってるので、この5試合プレイしていきましょう。最後までいきますぜ。前半戦ね、もうあと5試合しかないですから。そしてピーマン通算100安打にあと1本とリーチをかけています。今回の実況動画で達成していきましょう。できればホームランを打ちたいが、それは無理だろう。それは可能ではないね。うわー、ピッチャーメッセンジャーじゃないか。もうなんでお前いるんだよ、メジャー行けよ。その球打てるわけないよ、わっきゃないよ、ふざけんじゃないよ。あー、うちダメ、奥井ごめん、返せそうにない。先に言っとく、親友だけど言っとく。いや、親友だからこそ言う、返せそうにありません。うん、自分の足で帰ってきて。ほら、こうなるからね、俺に任せちゃダメ。親友のあの悲しそうな表情を俺に見せないで。あんな顔見たくなかったね。うわー、ここもチャンス、ワンアウトランナー一塁三塁。犠牲フライは最悪打たないとね。これもできないような人間は残念ながら巨人にはいらないね。巨人ファンから目線で言うと。おー、わー、無理に打っちゃった。ごめん、ダブルプレイか。あー、五ヶ瀬夫よかった。なんで今当てに行ったんだ。奥井盗塁したのね。あー、また同じようなチャンスで回ってきた。今日2度目、ワンアウトランナー1塁3塁ですね。神はなぜここまで俺にチャンスで打たせたがるのか、よくわからんね。あー、もうここもじゃないか、ゲッツーだ。はい、これで今季13個目ですね。現在の成績は動画の説明欄に貼っておきます。これで13個目。前半戦で13個だからね、後半合わせるとさ、何個いくんだろうな。20個は超えるよね。20個は間違いなく超えるでしょうね、今季の併殺打。打率低いわ、ホームランも言うほど打てないわ、併殺打多いわ。何が残るんだ俺に、何が残るんだよ。おお、どうだこの打球。喜ばせないで。ピッチャーがさ、あのびっくりマーク出たから、もしや行ったのって思ったら、ただのライトフライ。何にびっくりしたんだ、メンタル弱い。何にびっくりしたんだろう、少女かよ。少女やだよね、もう3歳児だよ。何でもびっくりするんだから。ああ最悪だ、今日は4打数0安打、もう全くいいとこなさくですね。チャンス、全てのチャンスを無駄にですからね。全打席チャンスで回ってきたのにもかかわらず全部打てないってね、なかなかないよ。犠牲フライ1本打っときゃいいのにさ、ごまかせるのね。多少はね、ごまかしきるけど、全部凡退する男。それが私、ピーマンですから、その辺よろしくお願いします。前半戦シーズン残る4試合となりました。この通算本塁打ホームランで飾っていきたいと思いますので、次の阪神戦もやっていこう。OK、カモン、カモン、カモン。阪神、ピッチャーは誰だ？ピッチャーは岩崎。知らんな。知らんが打つよ。メッセンジャーと比べたら怖さはまるでないね。メッセンジャーが強すぎるからそうなのかもしれないけど、このピッチャーから怖さはまるで感じない。オッケー。しかし凡退するんだよね。関係なかったね。誰であろうと俺って凡退するんだ。俺てっきりメッセンジャーだから打てなかったのかなと思ったら関係なかった。もうこいつでも打てない。俺下手くそだ。このまま通算100安打打てずに終えるかもしれませんよ、今回の実況。もしかしたら通算100安打打つ前に2軍行き回るかもしれないからね、これ。ちょっとほんとここ最近打ててないから。カモン。おお、来たー、どうだこの打球は。あー、スタンドインはいかないか。うわー、マジでー。この実況動画1本目のヒットが出ました。これが通算100安打目になりますね。まあ、ツーベース。残念。ホームランではありませんでしたね。まあ、ただ1本打てたということで。俺はそれで満足。笑顔ですわ。もう今日は笑顔。おお、これだけもう初球打ち。どうだ？頭超えるか？超えないが犠牲フライには持ってこいの距離ですね。1点入りました。このチャンスで犠牲フライ。感触で言えばスタンドまで飛んでいってくれてもよかったと思うんだけどね。マジで？いいかない？いいかナイツ、おーいえ。次こそ打とう。101本目をね、101本目を本塁打で飾ろうよ。100本目はちょっと無念でしたけどね。打球自体はかなり良かったけど。おお、どうだ、これもちょっと捉えたが、捉えてない。ちょっとだけタイミングがずれたかな。タイミングはちょっと変な感じになっちゃったね。ミート打ったとかバッチシだったんだよな。チームは8対2で勝利いたしました。本日のヒーローには村田が選ばれましたね。いいな、いつか俺も立ちたい、あの舞台に。立てそうもない。この2年目は立てそうにないね。ああ、無理でしょう。多分無理だ。いや、無理だね。多分じゃね。無理だ。分かってる。期待だけさせても意味ないからね。はい、今日は3打数1安打1打点の打撃結果でございました。
うん、監督か悪くないの一言褒めろや。一本打ったことを褒めてね。俺監督に褒められると一番嬉しいからね。監督のために野球をやってるから。さて残る試合はあと3試合となりました、3連戦ですね。ヤクルト神宮球場は非常にホームランが出やすい球場ですから、これはもう一発ドカンと行こうよ。ここもね、バレンティンはここだから、ここが本拠地だったから、シーズン本塁打記録が更新できたと僕は思ってるんですよね。もちろんアンドチはバケモノでしたけどね。あれが名古屋ドームだったりパリーグの球場だとちょっと話は変わってくると思うんですよ。あくまでもこの球場だからできたこと、うん、今天神だからできたことみたいなね、ドラえもんの CM でよく流れてるよね。そんな感じになっちゃいましたけど、あれだからできたと思うんですよね。さあ、で行こう。ヤクルト戦、もうここは一発ドカンでしょ。ドカン以外ありえないね。ワンアウトランナー二塁一塁、このチャンス、ここで打たねばどこで打つ、ここで打たないやつは死んでしまえばいいのにな。行こうかも。タフマン、タフマンのマークがケツに見えて仕方ないんだけどな。俺だからケツに見えんのかな。あれ何なの、タフマンのあのマーク。あれケツだよね。下品なマークだね。コックの帽子なのかよくわからんけど、また見えてる。タフマンやめて、あれモザイクかけた方がいいんじゃない。あれ R18 でしょ。ケツ思いきし、ケツだけどね、思いきし。ダメダメダメ。1打席目はいきなり凡退。ちょっとタフマンに気を取られたな。あんなでかいんだもん、見えてるもん思いきし。あれちょっとモザイクかけてよ。カモン来い。うわ、絶対ボールじゃんお前。俺の親父に殴られるぞお前。そんなふざけたとこやってたらさ、ふざけたとこ取ってたら、父ちゃんそういうの一番嫌いだからね。よく殴られたわ。頼むよ。あーダメ、ちょっと外に逃げるスライダーを多用してくるね。オッケー、ここは見た。ファーボール、来いや来いや。男ピーマン相手じゃん。まあまあ情けない男同士の対決、なんとも言えない、何の面白みも感じないキャッチャーフライで幕を閉じました。バーネット来いや、バーネット、バーネット、バーネット、おいや、カモン。なん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 、もうそんなの振らないから、振りませんから、よろしく。審判、あのね、ヤクルトにちょっとひいきすぎるな。あ、もうダメだ俺、審判もう今日打てないの。審判のせい、全部そう。マイライフ始めてから全部そう、こいつのせいだ。ふざけてる、ふざけなめてるよ。なんでだよ、なぜここまで打たせてくれないのかよくわからんね。俺に対するちょっと恨みがあるんじゃないかな。なんで俺に対してこんな厳しいのか。よし、落としたね。危ない、キャッチャーフライになるとこだ。ちょっと打てないね今日は。ゲッチ来た、今季7号目来たか、来ました、ごっさんです。2年目実況初の本塁打ですね。よかった、ようやく皆さんの前で打てました。ありがとうございます。今季7号目ですね。もう今日は満足です。僕もう自宅に帰ります。ありがとうございました。本当に。もう涙がね、ポロリと流れてはないんですけど。いや、よかったね。ようやくって感じだね。ようやく2年目始まりだっていう。遅すぎるよ。もう2年目の半分の試合終わるからね。よかったー。なんとか最後の最後。あれ、落ちるフォークだったかな。ちょっと高めに浮いたフォークですよね。あの手のコースはピーマン大抵ね、キャッチャーフライなんですが、ちょっと今日は違ったね。自分でもびっくりした。あのコースっていうのは俺打てないからね。まあ、僕の実況動画見てくださってる方ならもうピーマンの弱点だったりはもう分かってる方多いと思いますが、あそこは打てたことないもんね。実況でも打ったことがないとこコースだから、よく打てたな、今季7号目か。あと3本で2桁。ここからちょっとペースを上げていこうかな。ちょっとね、前半戦のピーマンっていうのはガチでひどかったからね。原監督常に俺のことを睨んでたから、すごい血相でね。ちょっとチラって向いたらもうすっごい顔してるから、鬼ですよ。あれは間違いなく鬼だったね。鬼ここに現るっていう顔してたから。なのでね、後半戦はちょっと俺監督を笑顔にさせてあげたい。監督も我慢我慢して使ってくれてるんだけど、だからこそ後半戦頑張ってね、もう原監督の100点満点のねスマイルを見たいね。あの笑顔はもう何者にも変えられませんから、打っていこう。カモン、カメイ、世界のカメイ、世界のカメイ、そしてそこにピーマンドカンと一発。ダメ、今ちょっと
振り遅れてるのか。この八木はね、僕は何度も言ってきてますが苦手なピッチャーなんですよね。とにかく球が速い。これですよ。あー、反応ができないんだよな。もう振ろうと思った時点でミットンついてんだ。ダメ。1打席目は三振ですね。あの速さにはちょっとついていけないよ、さすがに。ここだよね、これだよ。来ると分かってても打てないからね。ストレート狙いっていうのを絞ってても打てないから。あー、もうそれ何それ、反則マジで。どうだこの、うん、当てただけだね。当てた、もうなんとか当てたったわって感じだね。セカンドゴロ、ボッテボテだよ。打てる気配がまるでない。バーネット、バーネットかも。先はちょっと負けたからね、バーネット打てませんでしたから。オッケー、いいね。あら、ここ取らなかったのか。昨日の審判ならあそこ取ったけどね、取られたけどね。ただ今日の審判ちゃんとした審判だね。やっぱちゃんとした審判のもとで野球をしたいね。ここは外れてファーボール。ちょっとバーネット疲れてたからね、失投狙いで待ったんですが、失投は失投ですがボールでしたね。あれがストライクゾーンに来てたらちょっと一発ドカンといけてたと思うんだが。山本、こいつもスタミナないね。ちょっと待とう、スタミナ切れるの待とう。カモン、切れろ。切れるか、どっちだ、まだ残るか、どうだ。あー、まだ残ってる、微妙に。どうだ、うーん、ゲッツーかな、これも。今季14個目。あー、やらかした、今季14個目だ。なんぼほどゲッツー打つね。あの、ゲッツーってほんと腹立つよね。野球見てて、お前もそれはありえないだろと。俺毎回テレビで突っ込んでるんだけど、一番自分がゲッツーしてるっていうね。ひどいわー、マジで。今日は1個のフォアボールに1併殺だ。ノーヒットですね。うわー、打率も1割9分1厘か。ちょっとひどいとこまで落ちてきたね。本格的に笑えねえよ、もう。ちょっと最初の方全余裕あってね、別にこんな打率でもね、別にいいんですよ。僕はたくさんのホームラン打ちますから、なんてこともね、多分言ってきてるんですよ。でもさすがにもう笑えないね。引きつった笑いしか出てこないね。もう頬が常に上がってるっていう。引きつってるっていうね。あ、これですね。はい。このヤクルト3連戦の3戦目が、前半戦の最終日、最後の試合となります。まあね、ちょっと悔いのないように最後一発ドカンと打ってね、後半戦につながるようなバッティングをね、最後の試合でできていけたらなと思うんですがね、最後くらいは笑顔で、かっこよく、決めちゃって、いいかな？いいかな？いいかな？いい友の声はないね、ただの屍のようだ。誰もいい友って言ってくれなかったね、なかなか珍しいと思うんだけど、まあ仕方がないね。ここで一発ドカンと決めようよ。今季8号目、いや9号目を打つよ。いやもしくは10本目、あると思います。猛打賞すべて3本のホームランでいいでしょう。イェイ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 。はい、これは夢のままで終わりますので、皆さん期待しないでください。現実で起こる可能性はゼロでございます。ゼロ、ゼロ、ゼロ、ゼロ乳首。はい、ありがとうございます。行こう。ないからね。本当に期待しないでね。打てるなんて言ってないからね、俺。打てたらいいなと思ってますって言っただけだから、3本のホームランってこれ無理でしょう。よし、ナーブさん来い。サウスポー、防御率8点台。よく出してくれるな。よくヤクルトの監督我慢して使うな。あー、クークカーブ、カカカーブ。おー、よしよしよし。フルカウント、フルカウント、カモン。あー、低めのカットボール。ちょっと振ったとこが悪かったな。コースが良すぎるね。あんなとこちょっとうまく決められたらさすがに打てへんわ。危ない、当たってんじゃないか。オーラに当たってるよ。ちょっとオーラと髪の毛当たったような気がしたけどね。よーし、際どいコースよく見たね。普通の人なら振ってるかもしれないけど、俺は制球眼には自信があるからね。あのコースのんのんのん振りません。フォアボールを選んでいくんです。サークルチェンジも持ってる。タイミングを外されるな。とにかく来た。うわー、何が悪かったんだ。得意な外角のコースじゃないか、外角でもないか、真ん中寄りの外角だね。真ん中のちょっと外目か。今何が悪かったの。完璧でしょう。完璧に捉えたでしょう。意味がわからないね。俺の理想だともうライトスタンドぶち込んでますよ。でも現実はライトフライでしょ。なんでだ、よくわからん。上がりません。あー、当てたが、バレンティに取られた。あ、ゲッツーか、これ。これもゲッツーになんの？はい、これで15個目、2試合連続ですね。
ひどすぎるわ、今のゲッツーはないでしょ、足どんだけ遅いのよ、マジで。15個目ですよ、前半戦で。ちなみにね、日本のシーズン記録はね、31個ですね。誰だっけ、バースだったかな、バースじゃないか、ちょっと誰か忘れたけど、あ、ブライアント、ブーマかなっていう外国人の31個が日本記録になるんですが、これもしかしたらピーマン記録更新あるかもね。ここまで15個だから残る試合数あと何試合か分かんないけど、記録更新も十分あるでしょう。あー、もうここでのフォアボールイライラするだけだね。打ちたかったよ。 OK、 前半戦最終打席となります。あー、当たってるよね。当たってないってことがおかしいんだ。来た、おお来たー、皆さんごっつさんです。最後の最後、よかった、これで後半戦もっと頑張ろうと思えた。ありがとう神様、神様がくれた誕生日プレゼント。いや誕生日じゃない、俺7月だ、今1月だからね。いやありがとう神様、感謝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 感激南海放送、ありがとうございます。最後の最後ね、前半戦最終打席にまさかの展開。ちょっとこの試合は併殺打も打ってね、不満だらけになってしまったんですが、最後にちょっと報われた感じがしましたね。これで後半戦もっと頑張ろうと思いました。2試合連続ですかね、2試合連続ではないか、え、合ってるか、違うね、2試合連続ではないね、ヤクルト戦の初戦に打ったんだよね、ホームランは。2戦目は打ってないですね。はい、チームは9対1ですね。前半戦最後の試合は勝利で飾ることができ、そしてピーマン自身も打つことができ、今のピーマンには笑顔が咲いてますよ。笑顔咲く君と抱き合ってたい、イエース。カモン。最高です。もう最高。感想は最高です。最高です。最高です。イエスイエスイエス。イエスイエスイエス。イエス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 。はい、皆さんも真似してイエスの歌ね。皆さんもどうぞ。イエスイエスイエス。イエスイエスイエス。もういいや。もういいや。この歌地味に腹立つわ。さて、じゃあ前半戦シーズンが終了したというわけで、ピーマンの前半戦の成績振り返っていきましょう。2015年ですね、2年目の記録ご覧ください。打率は1割9分2厘、ここまで試合は81試合に出場しました。打数は276打数の53安打、2塁打12本で3塁打0、本塁打8本、打点が43打点、得点圏打率は2割3分、本塁打率は 34.5、34打席に1回ホームランが出てるという計算ですね。打数にですね、打席じゃないですね。そして得点は28得点、三振は54個、フォアボールは46個で、デッドボールが1、ギダが0で、ギヒが8、閉殺、あ、16ですね、15じゃないね。ここまで16の閉殺を打ってます。そして盗塁は0、出塁率は3割、ギリギリの3割0分2、長打率は3割2分2厘で、長打率から見てもアヘアヘタンダマンですね。OPS は6割台、6割2分4厘で、猛打賞は0、対左打率は1割7分9厘、対右は1割9分6厘、エラーは3つで、守備率は9割9分6となってます。いや、もうひどいですね。どこを取ってもいい要素はまるでない。前年と比べてもホームランの出る、頻度というのも下がってますしね。前年1年目は23打数に1回ホームラン出てた計算だったんですが、ここまでは、10打数近く上がって34打席ですからね。ちょっと悔しいな。得点圏打率も2割3分、不満だらけの前半戦になってしまいましたが、ちょっとね、最後のあのホームランで報われた感じがするね。後半戦のピーマンはちょっとエンジンがね、ようやくかかり始めてきてるから、後半戦はちょっと違うかもね、みんな。違うよ、俺は違う。じゃあセリーグのちょっと記録とかも見ていこうかな。奥井の記録とかも見ていきましょう。まずは投手ランキングから、順位など振り返っていこう。おー、はい、セリーグの前半戦の最優秀防御率は黒田の 2.66 ですね。おいおいおい、日本プロ野球界よ、黒田40だぜ、40のおっさんにさ、ここまでさ、やられていいのかと思うんですけどね。黒田はもちろんすごい選手ですが、勝利数も余裕の黒田ですね、11個、三振はどうだ ?109 個で小川ですね、最多奪三振。そしてウィップでは、あ、黒田、あ、でもひどいね。1.14、まあいいんだけどね。ウィップは 1.20 より下だとエース級なんですよね。そして 1.2 以上だとローテーションピッチャー、 1.4 以上だと
一軍ピッチャー復活なんてことが言われてますよね、一般的にはね。あ、でもいいよいいよいいよ、いいじゃないいいじゃない、そんな感じですね。じゃあ次はパリーグも見ていこうかな。パリーグの投手ランキング、おー、マー君はぁ強えな。防御率は 2.23 で、最優秀防御率ですね。パリーグも大激戦ですね。そして勝利数ではマー君と、あ、大谷が同率ですね。やべえな。三振部門ではマー君と、あ、マー君と則本、新旧楽天エース対決、今んとこ同率ですね。まあ防御率とかでは負けてますけどね、則本も。でそして、被安打で、じゃないね、ウィップか、ウィップ見ていこうかな。ウィップ部門ではマー君が 0.97、 すごい。岩隈 1.03、 ちょっと楽天人のピッチャーがすごすぎるね。楽天人トップ3楽天ですよ。なんじゃこら、楽天とかいう最強ピッチャー輩出所、すごすぎるね。こんな感じでございますね。ピッチャーは今んとこなかなかいいピッチャーが揃ってる。そして野手ランキングではセリーグは、おー、首位打者はショート坂本、おめでとう坂本。でもまだだよ、前半戦はこんな感じ、後半も頑張ってくれ。すごいね、3割7分1厘折り返し点ですが、坂本の成績もちょっと気になるとこだね。そして最多安打部門では122安打でマートン。本塁打は、おー、エルドレッドが30本、ゴメスが26本、バレンティ25。日本人の中で一番打ってるのは雄平ですね。21本、ちょっとその他の日本人もっと頑張れるんじゃないかな。打点王では81打点でエルドレッド、上位5人が外国人というね。ちょっと日本のリーグでやる意味あんのかと思いますが、ちょっと不満があるね。そして出塁率は、おお、いいね。うわ、4割4分9厘、高えな。あ、坂本低い。坂本し、これはちょっと打率の割にはっていう、あれがつきますけどね、枕言葉が。いや、でもちょっと低いね。4割1分7厘。てっきり1位かと思ったらそうでもないんだね。フォアボールを選べてないのかな。あ、25個少ないわな。打率3割7分1厘打っといて、これはちょっと少ない感じしますが、まあいいでしょう。トップは、4割4分9厘でルナですね。盗塁部門では、おー、坂本、あ、これちょっと待って、3割30本あるんじゃない。あ、本塁打がちょっと少ないな。トリプルスリー達成できそうな感じでは今はないですね。盗塁と、あれはいいんですけど、ホームランがちょっと足りないね。10本。後半戦期待ですよ。坂本すごいな。OPS 部門では、あー、これもすごい。5位まで、7人これ、6人ですね。6人が OPS10 点台っていうね。すごすぎますね、セリーグ。怖いよ。こんなタイトル取れへんわ。こんな取れへんわ。俺セリーグでやったん失敗だったかな。さて、じゃあパリーグ見ていきましょうかね。うわー、パリーグもやべえ。糸井一強じゃないか。はい、パリーグの首位打者は糸井で3割9分6厘。ちょっと、この2015年シーズン、パリーグに4割打者出現。するかもね。安打部門では最多安打、あ、ソータですね。読み方合ってるかな。シュンタですね。シュンタが、114本打って最多安打。本塁打部門では、ペーニャ25本で本塁打をですね。その他の日本人選手も頑張ってはいるんですが、おお、ボーか、ボーボー、16本、いいね、楽天に行っても頑張ってる。ただね、楽天からもう、あれだよね。この自由契約に去られたんだよね。ボーカーは2014年に入ったんですが、今季でまた自由契約で、確かね、あのマイナーの、ジャイアンツのマイナーに入りましたね、メジャーリーグのチームも。好きな選手なんでね、メジャーでも頑張ってほしいね。メジャーで活躍する姿というのを見てみたいですが、最多打点王は、打点王はペーニャの65打点ですね。アブレイユが58本、柳田が57本、日本人選手頑張ってくれ。頑張れ日本人。でそして盗塁王は、おお、本田の25、いいね、成功率も高いね。あ、個人的には陽が今んとこいいね。見てよこれ、19個やってね、成功率がもう10っていうね、一度も失敗がないっていう、すごいよこれは。すごすぎますね、これちょっと。俺こっちの方がいいな、個人的にはね。もちろん、ホンダの方も成功率は高いんですが、やっぱ盗塁というのは失敗したら意味がないですからね。出塁率部門では、あ、やっぱ糸井すごいね。4割7分2厘で糸井。鳥谷もやばいね。4割6分2。これ、出塁率5割あるかもね。あるよ。すごいね。
そして OPS 部門ではここも糸井の一強で 1.03 ですね、その他の選手も9割台といいんですが、セリーグと比べたらちょっと激戦してない感じだね。もう一強時代ですね、糸井の。じゃあね、最後に同期の奥井の成績振り返っていこうかな。同期はどれくらい打ってんだ奥井。あーくそ、ちょっと嫉妬するな。奥井に、奥井にちょっと嫉妬した自分がいたね今。はい、奥井は打率は3割2分3厘、打数は300打数の97安打、二塁打21本で1本で、三塁打2本、本塁打が10本とちょっとホームラン数でも負けてるっていうね。打率だったりまだしもホームランで負けてるのはちょっと悔しい。打点は53打点で得点圏打率は3割1分6厘、強いですね得点圏も。得点57、三振50で、ファーボールは42個、併殺は4個で盗塁が16個、成功率も7割6分2と、まあ合格ですね。盗塁する価値は十分あると思います。出塁率もおー4割0分5か。くそー、何もかも負けてる。 OPS も9割1分2と9点台ですね。ちょっと嫉妬しちゃいますね。嫉妬心がね、ピーマンの中に芽生えてきましたよ。ただね、後半戦のピーマンはもう今まで以上に頑張っていきたいと思いますので、ここから奥井逆転、本塁打王は無理だね。無理にしてもね、自分が満足できるような、とりあえずまずは2桁本塁打をね、達成していきたいなと思います。次回は8月の試合実況していきますので、また次回見てくださると嬉しいです。今回はこれにて終わりですね。また会おう。バイバイ。